はい、こんにちは。今日リトープスを植え替えしようと思って、まあもう作業の途中ですけども、こういうことをやってますね。じゃあ続けます。リトープスを配置していきますね。これかわいいですね。これも同じかな。少し緑っぽいものを中央にしてみますね。ちょっと隙間が大きくてはまりません。最初なのでこんな感じでやってみますね。これハオルチアと同じ土ですね。今回大きいリトープスで模様がちょっと似た、あ、これ良かったな、これが良かった感じがしますね。今回、ホームセンターのリトープスで、ホームセンターから救出してきたリトープスを寄せ植えにしてますね。一旦 CM です。はい、まあこんな感じに
なりましたね。それで、もうちょっと土を足しますね。暗い。手動の電気をつけて、外から来たんで、鼻水出ますね。はい。今日天気いいんですけど、外がすごい寒いですね。タイヤ交換してきました。砂を入れていきますね。化粧砂はいつものこれです。これにオルトランを入れますね。あ、ちょっと外作業だったんで寒くて手袋してましたね。ホームセンターに行ったらまだリトープスが置いてあって、だいぶ徒長してるのもあったんですけど、割とうちにない模様のものがあったりして、もうちょっと買おうかなと思ったんですけど、キリがないので一応やめて切ったんですけどね。化粧砂やってもかなりカードしちゃいますね、リトープスが。こうやってゴムでやってるので、かなり鉢と同じ高さまで土を、化粧砂を入れてあげないとちょっと飛び出してる感じになっちゃうんで、もうギリギリまで入れちゃいますね。よし、ちょっと出しましょう。いいのか分からないが、作業は進んでいってますね。はい、こんな感じかな。このリトープスたちは後で植えてあります。これちょっと大きいサイズが残っちゃったんで、で、このゴムをどうやって外しましょうかね、これ。こんな感じですね。結構手間ですね。もうちょっと砂を足してあげましょう。どうでしょうか。ですね。ここら辺が雑だ。笑い。はい、では新兵器登場します。じゃじゃん。では行きます。回ってますね。
ズームイン。うん。ちょっと気持ちが悪かったみたいですね。いいんじゃないですかね、これで。うん。はい、なんか回さない方がいい感じがしますね。残念なことは、リトープスの品種名がわかりません。せっかくこういう札がついてたリトープスもこれかこれ、まあ前の画像、前のインスタ画像とか見ればわかるんですけども、まあリトープスの寄せ植え初挑戦でこういう感じになりました。いつかもっと数の多い寄せ植えに挑戦してみたいと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。Have a nice day!